左方向の当たりはタイムリーになります。二塁ランナー三塁キャンプサケットホームに帰ってくる。立教大学が1点を先制しました。途中からレフトに入っている松崎のタイムリーヒット。これで立教が1点を先制しました。ツーアウトランナーなしからの1点です。右方向の当たりは一塁間を破っていきました。二塁ランナー三塁を蹴る。ボールはライトから杉本バックホームス、いいボール返ってきた。タッチアウト。ライト杉本からの好返球。そのまま引っ張った。三遊間深いところ熊谷追いついた。ヘッドスライディングは間に合わない、セーフ。じゃあ宮本2エンド2レフト上がったあたり下がっていって靴田フェンスいっぱいですが入りました。春のリーグ戦でも1本ホームランを放っている藤野ですが、開幕戦で貴重な中盤追加点となるソロホームランになりました。この回から登板したサウスポーの宮台、上位打線に対します。今日3安打の源、空振り三振。145キロのストレート、まだ多少バラつきのあるボールがありますけれども、ライト前でセンター前に放っています。うまく合わせて右中間ヒットになった。二塁ランナーはどうする。三塁行けば避ける。ボールはライトから内野に返ってくるだけ。1点返しました東大、3対1。初球打ち左中間へ、センター下がって羊向こうを向いた、スタンドまで行きました。山根が宮台から今シーズン第1号のソロホームランを放ちました。東大のチャンステーマ鉄腕アトムが一塁側の応援席から流れ出します。続いて空振り三振、岡三振で3アウト。ボールカウント2ボール1ストライクから叩きつけてサード正面のゴロ、スリーアウト、試合終了です。最後は江藤から飯迫に渡って試合が終わりました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が